こんにちは、鉄道博士だよ。学南電車の学南藤岡駅にやってきました。学南藤岡駅では8月21日の学鉄機関車広場オープンを目指して準備が進められています。再塗装されたばかりの機関車がよく見えます。学南線は吉原と学南江尾を結ぶ 9.2 キロの短い鉄道です。列車は1時間に2本程度走っているようです。1951年、今からちょうど70年前にできた学南藤岡駅の駅舎内です。8月26日まで学南藤岡駅は無人駅扱いとなっています。学南藤岡駅のホームに行ってみます。学南藤岡駅は、この左側ですね、このように、研修庫が設置をされています。再塗装されたばかりの機関車を見ながら構内踏切を渡ってホームに向かいます。研修庫の中に留置されているのは2両編成の8000形電車です。93年前に製造された機関車です。この機関車はもともとは現在の上田電鉄の機関車として製造されました。こちらの ED29 型電気機関車は現在の飯田線の前身となる豊川鉄道の機関車として申請されました。こちらの ED40 型電気機関車は現在のアルピコ交通松本電気鉄道の機関車として申請されました。こちらの ED42 号機は先ほどの3号機と同じタイプの機関車です。学南電車では2012年に貨物列車の定期運用がなくなり、旅客列車専門の鉄道会社となりました。鉄道事業は学南鉄道 100% 子会社の学南電車として分社化され現在に至っています。東海道本線と接続する始発の吉原駅はですね、現在では特に特急列車とか、優等列車は走っていない駅なんですが、この学南電車へのアクセスはそれほど悪いわけではありません。100年近く前に製造された機関車2両も含む学鉄機関車広場が今回オープンをするということで、非常に楽しみですよね。学南電車のすべての駅からは世界遺産である富士山を望むことができます。
最後までご視聴いただきましてありがとうございました。鉄道博士チャンネル、チャンネル登録をしていただくと次の動画をいち早くご覧いただくことができます。それではまた次の動画でお会いしましょう。